はいどうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら、ババーン、ボロスイクイッピですね。私が定期的に、格安デッキだったりとか、面白おもちゃデッキとしてね、紹介しているデッキなんですけど、今回はこんな感じで持ってきました。はい。環境が結構中速化してきたんですよ。はい。今までのね、アグロと、典型しか生き残る術がなかったみたいな、そういう環境ではなくて、環境が中速化してきたということで、この手の面白おもちゃデッキの、活躍もできるんじゃないかなということで、今回はね、メインボード、土地以外ですね。土地以外はすべて、コモンアンコモンで組んできました。はい。っていうよりも、普通にデッキ組んだら、メインというか、こっちがコモンアンコモンで固まったっていうのが正解なんですけどね。はい。それぞれどういう利点があるかっていうと、ブーツオブスピードによる、速攻付与、チームのペナント、モーニングスターによるトランプル、カワイロイによるね、誤報付与だったりとか、バンキンよりとかもですね。それと、あとこの、カギオノってカード使いたくて、前までね、3コス帯で被ってた服も、ところもあって使いづらかったんですけど、今ならね、ゼロ時間とかもないし、そこそこ使いやすいんじゃないかなってことで、今回こんな感じで持ってきた形ですね。はい。そして、クリーチャーなんですが、刃使い、ブルーノバトルハンマーが、3種12枚と、ゴブリンのモーニングスターから出てくる トークンが、入ってるんで16枚ですね。ちょっと少なめなんですが、はい。装備品デッキということで、装備品を横並べしたい形もあるので、こんな感じになっています。できればね、こういうモーニングスターみたいに、出した時とかにトークンが出てくる、装備品があってくれればそれでいいんですが、そういうのもないということで、仕方ないので、こんな感じになったか、落ち着いた形ですね。はい。というわけで、ここがちょっと残念になっております。はい。本日、今日収録日が2月3日、投稿日も2月3日なんですけど、22時より私の3番目の体のお披露目配信をやろうと思います。概要欄にね、そこの待機場だったりとか、後から見る方なんですが、そこからね、見ていただいて、明日の動画からね、私の体が変わりますよっていう話をしていこうかなと思うので、はい。よろしければね、ぜひご覧ください。はい。そして、ちょっと今、ちらっとも言ったんですけど、明日からですね、私は体が変わります。はい。私は服を変えるとかね、その辺のではなく、体からまとめて全部変わるので、はい。よりアンデッド味を増した、私の体見ていただけたらなと思います。はい。そしてね、声も変わってばっかなんですけど、体というか見た目の方にもね、すぐ慣れていただきたいかなと思います。はい。というわけで、本日このデッキ使ってランクマッチやっていきました。勝率3割いったらいいんじゃないかな。どうしてもね、パワー不足というよりは、特定の装備品に依存する部分があるので、トランプルがなかったから負けたとかね、そういうことが結構多いということで、その辺だけ注意していただけたらなと思います。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープでいいかな。キープしましょうか。うん。ヒヤイバの突撃者から入って、カワヨロイとペナントくっつけて遊んでいきましょう。ええ。カワヨロイとペナント。このデッキは面白、おもちゃデッキということはね、相手に教えてあげる必要があるので、殴ります。次のターンはペナントくっつけて2-3ですね。うん。で、相手は最近杯の、杯というか、前々からずっといる、セレズニアの人間デッキですね。うん。とりあえずくっつけて殴ります。ほい。で、次のターンにブルーノバトルハンマーですね。はい。ブルーノバトルハンマーでぶん殴ってから、バトルハンマーにペナントを渡す形でいいかな。うん。粗暴な聖戦士は、うちの被害は5砲持ちなんで。うちの被害は5砲持ちなんでね。はい。このね、意味わかんねえ装備。あグッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。キープでいいですかね。うん。ペナントは、刃使いにくっつけて殴っていく形になると思うんですけど、とりあえず刃使いにカワヨロイがつくだけでも、2マナ22相当にはなるんで、悪くない手札かなとは思います。とりあえず出していきましょう。この時は意味わかんねえデッキということをね、相手に教える必要があるので、よろめく会議。どうなんですかね。トランプルくっつければ、それだけで勝てそうな気もするんですけど、基本的には、
ブルーノーバトルハンマーを刃使いでダブルストライクにしてぶん殴れば勝てるんで、うん、そうですね。ブルーノーバトルハンマーを刃使いでね、ダブルストライクにするっていう、まあコニックにおいて一番いい方法があるんでね。まあこれはコニックつけましょうか。ダブストライクぶん殴っちゃってもいいんですけどね。ダブブロされた時がちょっとめんどくさいですか。いや、そうでもないな。殴ります。うん、宝物が出てきて4マナですか。まあまあまあいいでしょう。次のターンにはペナントくっつけて、2-3 ダブルかなになる形になりますね。うん、よろめき会が追加。いや、とりあえずね、ここにある意味わかんない装備品たちをくっつけてって。ただまだサイズ自体はね、板金鎧だったりとかその辺のカードが引けてないので、サイズ自体はめちゃくちゃちっちゃいんですけどね。うん、ファンもすぐって、まあ追加2件入れてエンド。次のターンは3-4で、今5砲1だけなのでちょっと怖いんですよね。うん、5砲って重ね掛けが効くので、ガン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 重ねたいとこではあるんですけど、まあこういうのが来るんでね。あとは速攻持ちの装備品を引けるとでかいんですけどね。これモーニングスターから入ります。引っ付きましたね。うん、モーニングスターここに出るときは10以上出てて、こっちにあるときは10以下出てるっていう合図なんで分かりやすいですね。うん、ストップ装備。ブルーノーバトルハンマーね、結構いいポイントが一つだけあって、それが消失の式で落とされないんですよ。今の主要な除去って消失の式だと思うんですけど、そこで落とされないっていうのはめちゃくちゃ重要なポイントの一つかなと思います。うん、そして意味わかんねえトークンが4-4になりましたけど、あ、雪上の結婚。まあよろめき会しか出てこないんでね、まあ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 いいでしょう。うん、象徴学の教授何持ってきますかね。置物処理ができるカードとか持ってこられる可能性ありますけど、まあんなもん私には関係ないんで、ブルーのバトルハンマーをくっつけましょう。このデッキは意味わかんないカードをね、ガンガンくっつけるのが一番楽しいデッキなんで。おい、いや、ただね、速攻をくっつけれなかったのが痛いですね。速攻を持たせるとね、そのままゲームに勝ってる可能性が存在するので。マスコットの展示会。まあ殴るの確定かな。そうですね、ここによくわかんねえカードを出して殴るのが一番いいかなと思います。16-6。うん、16-6。ほい、とりあえず11点。まあエンドかな。うん、次から何かしら土地引けるとフロストドラゴンの洞窟にいろいろくっつけれるようになるので、そこは非常に楽になるポイントなのかなって感じがします。何もなかったんで、くっつけてもぶん殴ります。3点。あと私のライフ44点あるんで、なんでか知らないですけど、あ、いいカード引きましたね。火刃。消失の式があるなら多分打ってきますね。うん、トランプル警戒。これもう一個つけますか。トランプル警戒で。で、これは一旦エンドでいいかな。うん、わざわざ命散らす必要はないですね。次のターンにモーニングスター2本くっつければ、それだけで相手ブロックできなくなる。おうおうおう。いいカード引きますね。うん。まあ、ただこれはモーニングスター2本でいいかなと思います。そう、ここにある、あ、こっち来たんでくっつきましたね。うん。ただ、
悪いがこっちにくっつけた方が強い。殴ります。パンチ。消失の宿一択です。これまあこの3人でブロックはありますけど、基本的には消失の宿一択ですね。うん。でもう相手雪上の結婚も打てないんですよ。悲哀版の突撃者重すぎてもう雪上の結婚すら打てないんで、まああと1回だけフロストドラゴンで耐えれますけどね。そうですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープですかね。そうですね。必要なまあ、装備品は揃ってるんで、速攻とトランプルまではくっつくんで、あとはまあ、何かしらで、サイズ上げれるカードが来れば OK かなーって感じがします。ヒアイバーから入っていきましょう。白タンアグラだったとしても、ヒアイバーは相当嫌なはずなので、うん。ヒアイバーのサイズ上げるだけでも、相手嫌な顔はするんじゃないかな。セレズニア、レンクラ。うん。まあ、ブーツオブスピードと、カワヨロイでいいかな。うん。次のターンに刃使いと合わせてあげることで、相当、相手としては嫌な盤面は組めると思うので、まあ、刃使い、ブーツオブスピードで問題ないかなと思います。うん。あとは、警戒とかは別にいらないので、ブルーのバトルハンマーが引けるとすごく楽になりますかね。うん。レンジャークラスとかなので、純粋に、まあなんか、最近流行りのセレズニアグロみたいな感じになるとは思うんですけど、まあブロックしないです。じゃ、どうせジャビのベール効いてるんで、うん。歓迎する吸血鬼。最近歓迎する吸血鬼の、あれって上がったんですかね、株とかって。まあこれでエンドかな。うん、歓迎する吸血鬼の株が上がってるのかなって感じがする気がしますね。なんでかはちょっとわかんないですけど、まあもともと強かったは強かったんでね。人間デッキとかだと基本的なサイズが低いので、うん、そっちの方向かなとは思うんですけど。スカイグレイブの亡霊、ヒアイバの突撃者とかいい感じじゃない？うん。あ、ヤイバ使いが持ってかれた。めんどくせえことをしよってからに。うん。まあ、兄さん受けて。どうしよっかな。ブロックして亡霊落としたら落としたなんですよね。落としますか。うん。もうちょっと待って、吸血鬼の方までっていうのも一つの手でしたけど、打点通さないと話にならんと思うんで、今は落とします。白ブーツオブスピード、板金。じゃあこの2枚をくっつけて面白トークンを最強化しましょう。56でかい、いいですね。ただトランプルは次のモーニングスターが来るまではくっつかないので、うん、粗暴な聖戦士じゃ意味ねえぞというね、あれを出していきましょう。やっぱり誤報なんだよな、世の中誤報。誤報がいた。受けて早いこと何かしら引いていきたいんですけどね。あー、モーニングスタークリーチャー化しちゃったか。まあくっつけて、ブーツくっつけて殴りますけど、76残り8点エンド。まあ相手の行動次第かなって感じがしますね。てかさっきのワンドローで土地引けなかったっぽいんですよね。うん、まあトランプルくっついてるのがこのカードの一番強いポイントなんでね。場合によってはバグベアと合わせて殴り勝つ可能性が存在するので、うん、あいつとしてはまともな動きっていうのができないのかなっていう気はしますけど、ただね、全てを解決するブルーのバトルハンマーとかが引けたらそれだけでゲームに勝ちそうではあるので、うん、その辺引いていきたいかなって感じもします。猛禽面白いカード入ってますね。うん、珍しいというか
まあ殴れないとは思うんで、どうしよっかな。バグビア切って殴るのが一つの手なんですよ。7点だからな。いやでもこれ1体だけでもブロックに回されるとそれだけであれですか。そうですね、まあこの76は殴りますか。殴ります。まあこれは顔通していいんですよね。いや一応これマストブロック要求でブーツくっつけておくべきでしたね。ブーツくっつけておけばそれだけでも相当楽になった気はしたんで。でこれを落とそうと思うと、まあ歓迎する吸血鬼、粗暴な聖戦士、狼トークンの3枚が必要なので、まあやって一体ブロックでもトランプル持ってるからあんまり痛くないと思うんですよね。トランプル持ってるからあんまり痛くないとは思うので、まあ買おうかな。7点なら受けれますもんね、今の状態だと。ならまあ顔が一番だとは思うんですけど、それかこいつのパワーを3にするっていう選択肢でやってった方が良かったかな。お、フルブロックありがたいですね。なら戦場の猛禽だけちょっと落として、いや違うな、上減らしとくか。そうですね、飛んでるやつら減らしときましょうか。これでいきますか。232で7点ですもんね。フロストドラゴンの洞窟から勝てる可能性が出てくるんで。で、ここにあるやつらはね、ノーコストでくっつくやつらとかいっぱいあるんでね。くっつけます。ほい。ブーツオブスピード。ブーツオブスピード。ほい。エンド。あと夜になったんで、粗暴な聖戦士が使いづらくなったんじゃないかな。てか、土地が1個ないと、粗暴な聖戦士意味ないですけどね。ただ、フロストドラゴンがまだ6点にしかなんないから、できればもうワンパンこづきたいんですけど。75トランプルで頑張っていきたいとこではありますけど、ね。まあ、あとはブルーのバトルハンマーとか引いたらそれだけでゲームに勝つと思うんで、10個分かな。勇敢な姿勢。じゃあ、誤報2を払っていただいて。仕方ないですね。いやー、仕方ないな。誤報2払ってもらいましょう。これもう殴れないかな。殴ったら多分こっち勝つんじゃないかな。そうですね。折り箱の随印。フロストドラゴンの方がいいかな。いや、バグ部屋だな。バグ部屋に、モーニングスターと、その他もろもろくっつけて、殴ります。ほい。トークン。まあ、トークンブロックは、1122じゃ、ダメだな。トランプルが入るから。まあ、なんでもいいか。トークンだけでかいところで止めてって感じになるかなと思います。エンド。ヒュン。夜にしておくと粗暴な聖戦士が使えなくなるのと、あと飛んでないのであればフロストドラゴンで勝つことができるので、最低でも、フロストドラゴンを要求できるんじゃないかな。土地1枚置いてエンドとかだと勇敢、まあでも勇敢な姿勢が見えてるから、できればサイズは火力だけでなんとかしたい感じかな。赤い土地。いやでもここで腹荒れとか飛んできても全く関係ないですからね。てかむしろ飛んできたら勝つんじゃないかな。いやでも勇敢な姿勢があるのであればフロストドラゴンは出せないか。そうですね。先に誤報をつけたくなるんで。で、
勇敢な姿勢を一応ケアして動く形になるのかなと思います。はい、4、5、これで全員マストにはできますけど、いやーでもくっつけるか、うん、くっつけます。殴りましょう。勇敢な姿勢使わせて次のフロストドラゴンで勝ちます。うん、殴らせてくれましたね。ってことは勇敢な姿勢ないんですかね。ジャビノベールっぽい気もしますけど、 あるんだ。あるなら殴る前にやっとかなきゃいけなかったと思うんですけど、反魂があるなら別ですが、うん、あともう一枚あるかどうかかな。そうですね、なければフロストドラゴンで勝つんで、うん、勇敢な姿勢3枚だとさすがに厳しいですが、まああと普通にクリーチャー1枚引ければそれだけでもいいですけどね、速攻つくんで。うん、あと相手殴れないですし、あとはね、夜ずっと継続させることによって粗暴な聖戦士がまあ追放できなくなるんで、そっちも結構いいポイントなのかなと思います。あ、ちなみに相手が全部マナ使ったら私の勝ち確定です。5点。いやー、勇敢な姿勢もう一枚ないことお祈りしかないのが嫌ですけどね。2、4、6、7、フロストドラゴンに、まあ、板金と、この辺くっつけて、ぶん殴るだけで、相手はブロックしなきゃいけなくなるんで。うん。まあ、トランプルとかもあるんでね、本当にクリーチャー1枚だけでも相当楽になるんですけど、あとスカイクレイブの亡霊出したら私の勝ち確定です。うん、フロストドラゴンが起動できなくなるんで。最低でも、飛行生物を止めれるカード要求ですね。まあ、とりあえずフロストドラゴンから。板金。皮鎧。いや、まあ、これ勇敢な姿勢がもう一枚やった時が完全に恨めるんですけどね。これ皮鎧もう一枚出します。つけない理由はないんで。殴りましょう。まあ本当はモーニングスターとかまで持ちたかったですけどね。いや違うな。いや合ってる。起動しながらは無理なので。うん。エンド。すん。ここでブロックしてきた感じ、勇敢な姿勢はなさそうですね。うん。勇敢な姿勢はなさそうなので、次のターンに勝っていけるのかなっていう印象はあります。このターンで追加4点が出るかどうかですか。レンジャークラス2回起動プラス2か、エンジェルファイアイグニッションとかですかね。うん、その辺があったら多分持ってかれるんじゃないかな。トップで勇敢な姿勢ならフロストドラゴンあんま切りたくないんですよ。うん、まあとりあえずは頑張っていきたいとこですけどね。本当にクリーチャー1枚引くだけでも全然違うんですけどね。クリーチャーはどこに行きました。2枚しか引いてないと思うんですけど、私の土地は22なんですが、うん、2、4、6、7、8マナ引いて16枚中8枚ですか。私の土地は22枚なんですけどね。うん、まああとはね、しっかりと適当なクリーチャー引いていければ、まあ、一番楽なのはクリーチャー引くことですね。勇敢な姿勢から逃れれるようになる可能性があるので、うん。フロストドラゴン起動タイミングで勇敢な姿勢打たれるとめんどくさいことになるんでね。あ、反魂破壊符の、なるほど。ライフ5点分。猛禽。勝ったかな？モーニングスターで多分勝ったと思います。これの方がね、一番いろんな火力がつくんで。2。まあいいですけど。はい。
はいはい、にくっつけて速攻付与7点。赤でタフネス上げるカードがないのでこれで勝ちかなと思います。うん、戦場猛禽ブロックもねそのまま貫通できるんで、そうですね、グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的には、まあ装備品並べてブルーのバトルハンマーでぶん殴るわ、まあ時速ルーンでハンゴンくっつけてライフをとんでもない数字にしてぶん殴るわのね、二択でいい感じになるのかなっていう印象はあります。はい、まあ時速ルーンが今の環境に結構刺さってる印象はありましたね。うん、装備品にくっつけることによってまあライフゲインができる、結構今の環境って純粋なまあライフリソースの取り合いっていうことをしてくれるので、はい、そこに対してハンゴン持ちにできる持続のルーン、まあ特に川鎧だったりとか板金鎧だったりとかはノーコストでくっつけることができる、ノーコストでクリーチャーにくっつけることができるってことね。例えば殴るときに板金鎧をくっつけて別のやつ守るときは板金鎧を別のやつにくっつけるみたいな、そういう動きができたりとかで非常に楽しかったのかなと思います。はい、まあ面白いカードはいっぱいあるのと、次なんですけど、次のネオ神川かな にも結構いろんな装備品が追加されるっぽいんですよね。はい、そういうのも相まってわりかしいい感じになるのかなと思うので、はい、まあよければね、こういうデッキも面白いので使ってみてほしいかなと思います。装備品とかでもね結構強そうなやつだったりとか、もう装備品とクリーチャーが共用されてるようなカードだったりとか、その点のこのデッキに欲しかったカードっていうのが結構いっぱい入ってるイメージがあるので、はい、なかなか面白い形の、パックになると思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ次回もよろしくお願いします。それでは